ハンさん。嫌な予感が止まらない。どこだ、ゴハンさん。僕が弱かったから、僕を守るために。どこだ、どこにいるんだ。きっと気を失ってるだけだ。大丈夫だ、ゴハンさんが死ぬはずない。ごはんさん、ごはんさん、ごはんさん。嘘だ。ごはんさん、ごはんさん。トランクスはついにスーパーサイヤ人になることができた。だがその代償は決して小さいものではなかった。それから約3年後、人類の敵、そしてご飯の仇である人造人間を倒すため、ただ一人生き残った戦士としてトランクスは修行を続けていた。希望をつかめ、人造人間との最終決戦。ただいま、母さん。おかえり、トランクス。修行の調子はどう？うん、自分でもやっと手応えを実感できてる気がする。あの時のゴハンさんくらいの強さの実感を。うん、その顔はうまくいってるみたいね。でも油断は禁物よ。はい、分かってます。そうだったらいいけど。ああ、そうそう、こっちももう少しでタイムマシンが完成するわよ。ふーん、なーに、気のない返事ね。タイムマシンなのよ、タイムマシン。あ、分かってるよ、さすが母さんですね。これが完成したら、あんたはまず過去の孫君、ごはん君のお父さんに心臓病の薬を渡してほしいの。きっと彼が生きていたら何かが変わるはずよ。次にもう一度人造人間が現れる時代に行って、孫君たちの戦いを応援しながら研究するの。そこで人造人間の弱点や倒す手がかりをつかんで、この世界で生かしてほしいのよ。でもいくら過去に戻ってもこの世界をやり直せるわけじゃないし、死んだみんなが生き返ったりするわけじゃないんだよね。ええ、多分ね。そう、父さんだってごはんさんだって生き返りはしない。それに過去に戻らなくたって、今の俺なら人造人間を倒せるはずだ。あ、そうだトランクス、ちょっとあんたに頼みたいことがあるんだけど。頼み事？何ですか？あんたなら簡単な用事よ。さっきタイムマシンがもうすぐ完成しそうって話をしたでしょ。
だけど大事なパーツの原料が足りなくなってね。あんたに取ってきてもらおうかなと思って。構わないけど、どこに行けばいいの？青津山よ。ご飯くんというか父さんの家があるところわかるわよね？あ、はい、大丈夫です。原料が取れる詳しい場所は忘れちゃったのよ。父さんか牛魔王さんに聞いてみてくれないかしら。最近父さんたちに顔を見せてなかったし、ついでに様子を見てきます。ええ、お願いね。もし困ってることがあったら助けてやって。はい。ああそうそう、忘れてたわ。取ってきてほしい原料はこれよ。はい、それじゃ行ってきます。まずは父さんたちに話を聞かないとな。父さんたちいるかな？こんにちは。俺です。トランクスです。トランクス家？ちょっと待ってくれ。いや久しぶりでねえか。急にどうしただ？ご無沙汰してます。母さんに用事を頼まれてお邪魔でしたか？オラたちなら特にやることもねえしな。なあ、夫。んだ、この辺りには人造人間も来ねえし、町の方に比べりゃまだマシな方だべ。そうでしたか。何か困ったことがないか心配だったんですが。オラたちなら大丈夫だよ。心配してくれてすまねえな。そっちこそどうだべ。ブルマさんは元気だか？はい、今も新しい開発を進めてて。ああそうだ、俺母さんに言われてこの近くにある原料を探しに来たんでした。これなんですが、どのあたりにあるかご存知ですか？オラは知んねえけど、お父は知ってっか？確かにこの山で見つかる場所はあるだよ。しかしな、確かあそこは何か問題でもあるんですか？んだ、妙な機械がうろちょろしてて近づくと襲ってくるだよ。ありゃ多分レッドリボン軍が昔作ったロボットだべ。そういえば昔父さんを襲っていたメカがありましたね。そいつと同じような兵器なのかも。放っておいたらまたこの辺りまで来て父さんたちを襲うかもしれない。俺原料を探すついでに壊してきます。おお、そうしてくれるとはありがてえが。ダメだ父、そんな危ねえとこに行かせてもしものことがあったらどうするだ。おめえに怪我なんかさせちまったら、おらブルマさんになんて言ったらいいかわからねえだ。父、大丈夫ですよ。俺必ず無事戻ってきます。ご飯さんにしっかり鍛えられましたから。それに無理はしません。心配しないでください。用事を済ませたらすぐに帰ってきます。ああ、まったく、そんなまっすぐな瞳で言われたらおら止められねえだよ。けんど絶対に無理はするでねえぞ。いいな？んだ、危ねえと思ったらすぐに帰ってこい。はい、じゃあ行ってきます。ご飯が鍛えただけのことはあるだな。なんとなく言葉の端々がご飯に似てるべ。原料を集める前にレッドリボン軍のロボットを壊してしまおう。よっ！あっ！
あれは強いかもしれない。うん、弱そうだな。この辺りだな。父さんたちを困らせてるのはこいつらだな。人造人間と比べたらどうってことはなさそうだ。すぐに片付けてやる。こんなロボットなんかに手間取ってる暇はないぞ。てっ、あった！これで全部だな。さっさと終わらせてやる。よし、邪魔なやつはいなくなったし、母さんに頼まれたものを探すか。この辺りを探せばあるはずだ。母さんから頼まれたのはこれだな。よし、一度父さんのところに寄ってから帰ろう。弱そうだな。父さんたちに挨拶するか。父さん、牛魔王さん、おかげで原料を見つけられました。レッドリボン軍のロボットも破壊しておきましたよ。無事に帰ってくれてよかっただ。本当によかっただよ。んだ、さすがトランクスだべ。もうすっかり一人前の戦士って感じだ。俺、ゴハンさんにしっかり鍛えられて強くなれました。今俺がここにいるのはゴハンさんのおかげですから。そうか、そう言ってくれるならきっとゴハンも喜んでるはずだべ。ほら、悟空さやゴハンがいなくて寂しいが、おっとうがいてくれる。おめえもブルマさんを心配させねえようにしてけれ。はい、ありがとうございます。そういや、さっきおめえが言いかけてたけんど、ブルマさん相変わらず何か開発してるみてえだな。ええ、母さんなんですけど、実は今タイムマシンを開発してて、今日はその原料を取りに。そったらもんまで作れるだが、さすがブルマさんだべ。俺、それが完成したら過去に行って悟空さんが死なないように薬を渡してくるように言われてます。それで悟空さんが生き延びたら人造人間を倒すための手がかりになるはずだって。そうしたら悟空さんもご飯も生き返るのけ。いえ、こちらの世界の過去が変わるわけではないみたいです。俺もそれは残念ですけど。そうだか。すみません、期待させるようなことを言ってしまって。いや、いいだ。でもできれば悟空さを助けてやってけれ。そうしたらそっちの世界のオラは悲しまねえで済むだよ。少し羨ましいけんどな。んだ、父の言う通りだべ。父さん、牛魔王さん、わかりました。ああ、オラたちのことは心配いらねえから、自分やブルマさんのことを大事にしてけれ。ケリ、気をつけてな。またいつでも来るといいだよ。ブルマさんにもよろしくな。はい、ありがとうございます。それじゃあまた。用事も済んだし家に帰ろう。いつかこの家も元通りにしたいな。
さて、母さんが待ってるぞ。母さん、ただいま。頼まれたものはこれでいい？そうそう、これこれ。これで完成に目処が立ったわ。ありがとう。それで父さんたちは元気だった？はい。でもやっぱりごはんさんがいなくて寂しそうでした。時間を見つけてできるだけ顔を出しに行った方がいいですね。うん、そうしてあげたら喜ぶと思うわ。タイムマシンで本当に過去を変えられて、ごはんさんやみんなが生きている世界になればいいんだけど、せめて今すぐにでも俺が人造人間を倒して平和な生活を取り戻すことができれば。それができれば苦労はしないけど、今の私たちの力だけじゃどうにもならないわ。だから過去の孫君を助ければ何かが変わる。その変わる何かが手がかりになると思うの。それに人造人間にやられっぱなしじゃ尺じゃない？別の世界だとしても人造人間のいない平和な未来があってもいいと思う。だからお願いね、トランクス。あ、はい。トランクス、ついにやったわ。あんたが手伝ってくれたおかげでようやくタイムマシンが完成したわ。え？往復分のエネルギーももうすぐチャージできそうよ。これで20年くらい昔まで大丈夫だわ。チャージに8ヶ月もかかってたんじゃテストもできないわね。ちゃんと行って帰ってこられると思うんだけど、研究所さえ壊されてなかったらもっと完璧なものが作れたはずなんだけどね。母さん、俺今の実力なら人造人間を倒せると思う。わざわざ過去に行って研究しなくても。あんた、まだそんなことを。はっきり言って、今度は俺、自信があるんだ。番組の途中ですが、人造人間情報をお伝えします。現在襲われているのは西の都の周辺にある。すぐ近くだ。ちょっとトランクス、あんたまさか。俺、行ってくる。これ以上奴らを放っておけない。ちょっとトランクス、待ちなさい。